Hey guys, welcome to TGK Light Up TV! ということでね、2022年一発目の動画になりますかね。皆さん、元気ですか？コロナ禍ですけれども、頑張っていきましょう。今回、今年一本目の動画はですね、TGK の、サッカーしてるところにちょっと密着してみようということで、なんだかんだね、キーパーコーチしてますとかって言いつつも、皆さん私がプレイしてるところあんま見たことないでしょ。なんで、TGK でサッカーできるのと疑問に思ってると思うんですね。なんでそれを今回ちょっとやっていこうかなと思います。で、今日は即席のねチームなんですけど、大会にね出場してますんで、そこにちょっと行って、キーパーをするかはどうかわかんないです。キーパーするのか、前回行った時はサイドバックしてたんで何するかわかんないですけど、ちょっとサッカーしてるところ取りに行きたいなと。で、今朝の、8時ジャストになるんですけど、ちょっとね試合行く前にスクールのね、選択を干そうと思ったら、ちょっとトラブルが発生しまして。はい。ご覧の通り、予約で終わってるはずだったんですよ、選択が。昨日の夜私がセットしたんで、終わってて、朝来たらもう干せるから、こう干していこうかなっていう感じだったんですね。回ってなかった。なんで、回してから行かないといけないので、思いのほかタイムロスということで、大丈夫です。時間に余裕を持って行動する TGK なんで、全然間に合うんですけど、やばいよっていうそうですね。なんでこれ終わって洗濯物干してから、向かっていきたいと思います。で、暇なんでちょっと軽く紹介なんですけど、最近車を買いまして、大人の階段を上りまして、スズキのハスラーなんですけど、ちょっとめっちゃかっこいいんですよね。こんな感じで初マイカーですね。ずっと、開いてねずっと、親戚っていうか、ばあちゃんの車をね、借りて、今まで、サッカーコーチしてる時も、それ乗ってたんですけど、ピンクのね、可愛いやつ。もう、相棒手に入れたんで、これから TGK どこでも行けますんで、呼んでください。いろんな女子のね、キーパーの子たちと関わるために、マイカー購入しましたんで。さあ、ということでね、ちょっと実況中継というか解説していきたいと思うんですけど、ちょっとアップとかね、する間もなくバタバタと試合になっていってしまったので、はい、まあいきなり試合が始まる形なんですけれども、ちょっとね、こう自分なりのこだわりだったりとか、失点もしたので、失点シーンのちょっと分析というか解説というか、自分のプレーに対してしていきたいと思います。この日ね、もうめちゃくちゃ風が強くてやばかったんですよ。で、ちょっとキーパーあるあるとしてね、こう前半あんまりボールが来なくて、あまりにも来なかったんで、こうちょっとストレッチとかしちゃってますね。割とこう寒い日とか風が今回冷たかったんで、ぴょん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 ジャンプしてたりとか、ストレッチしてたりとか、なんかこう前半は割とそういう時間が多かったですね。はい、ぼーっとしてますね。ちょっとこう動いてほしいですね。はい。でも、もう見ての通り、結構伝わるか、ネットは結構揺れてるんで、風がね、ここ海風がすごくて、前半は追い風だったんで全然あれだったんですけど、後半結構苦戦しましたね、この風には。ボールをね、こう来てる時にこうちょっと下がりながらポジションを取って、キバーっていうね、こういう前に飛び出すプレーっていうのは結構好きなので、この日は結構できましたね。で、追い風もあってボールが結構いいところに飛んでいってくれたんで、そこから得点をね、味方が決めてくれたりとかっていうシーンもあったので、これはね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。で、この辺りから靴ひもがほどけて、ずっと前半中ずっともう半分経ったぐらいからかな、靴ひもがほどけてたんで、この時はずっと靴ひものことばっかり考えてましたね。前半の後半か、ね、グローブだと結びにくいですからね、ヒールの子に結んでもらったりとかしないといけない。で、ここで気づかなかったんですけど、はい、風でバタンと携帯が倒れる。携帯で撮ってて後ろ三脚立ててたんだけど、風がねすごくて、こうシワを撮ってる時間が圧倒的に長かったっていうような感じですね。はい。で、試合中に気づいて、こう隙を見てね、わざわざこうカメラのアングルを直しに行っちゃうっていう、ちょっと YouTuber 魂を見せたシーンなんですけれども、はい。で、ここからですね、ちょっとカメラのアングルが若干こう綺麗な大空を撮ってる感じになりますが、できるだけTGK 頑張ってる姿をちょっと見てもらって、
はい、今攻撃をねしている感じなんですけど、わかりますか、もう寒いんですよね、攻撃なかなか、守備しないなら守備しないでいいんですけど、ピョン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 跳ねてます。それぐらいね、やっぱキーパー寒い日、冬とかはボール来ないと、もう体をこう常に温めておくので、もう必死になりますよね、なかなかボールが来ないと。これはねキーパーあるあるです。もう雨の日とか最悪ね、もう雨の日に1回飛んだ後になかなかボール来ないときは、もう本当に頼むからボール来てくれって思うぐらい、あの体が冷えますよね。もう多分キーパーの子たちはもう共感してくれると思うんで、もう共感したらいいね、かもうガッツリ押しとってくださいねっていう感じですね。前半は割とこう危なげなく守って、で点数も取ったのかな、確か1点か2点か取って前半折り返したと思います。割とあの結構こう1年ぶりにね動く人たちの集まりだったんで、割とあのふわっとした感じでミーティングはやってましたね。はい、もう疲れたみたいな、ちょっと走るのきついなっていう、私も先週前回ねサイドバックやった時はもうこんな感じでした。もうちょっと走るのきついなみたいなで後半ですね、まずコーナーキックなんですけども、このシーンはね本当に良くなかったシーンですね。失点こそしてないんですけど、ちょっと前出ていけよっていうような感じでね、ポジション自体はねこう確かインスイングのクロスだったんで、ライン際を取って真ん中よりちょっと真ん中ぐらいですね、真ん中ぐらい今修正しました。でマークもちょっとふわっとゾーンみたいな感じでついてたんだけど、ゴールエリアにねガンガン落ちてきてるんで、今の絶対キーパーボールなんだけど、ちょっとねやっぱクロスボールの練習をしてないと出るのやっぱ難しいなって改めて思いましたね。やっぱ指導するときにはやっぱコーチたちも実はあの意外と事前練習とか準備とかしてたりとかするんで、やっぱアップとかでやっとかないとクロス出れねえなって思いましたね。キックね最初の方は良かったんだけどね、今みたいにこう結構大きいキック蹴ってこう攻撃の方までね行けたりとかもしてたんですけど、今度向かい風になってるんですよね。はい、さあシュート来ますよ、来ますよ、止めれますか、わーナイスキーパー、これ今日一のシーンですね、多分キャッチですよ、キャッチですよ、もう綺麗な着地ですね、体の側面からっていう、もうこれどこに出しても恥ずかしくないなって思ってます。もう自画自賛プレーです。ただ調子乗ってこの後のパントをがっつりミスってます相手にがっつり取られてますから、ここお前どうにかしろよっていう話なんですよね。はい、TGK あの距離蹴るのは得意なんですけど、ちょっとね精度の方が問題あるんで、ちょっとここはね今後の課題として練習していきたいなと思います。距離はね幾分蹴れるんですけどね、はい、ちょっと調子乗ってキックミスりましたね、しっかりしてほしいと思います。さあ続いてのシーンですね。結構ポジショニングをねやっぱり普段からあの選手たち指導している分もあって、自分でもやっぱりちゃんと取ろうっていう意識はね今回かなり前後のポジションですね、特にあのみんなもねぜひポジショニング遠いから大丈夫とかじゃなくて、割と早め早めにね準備しておくとすごくね楽に自分がプレーできるかなと思います。はい、でこうプレスかかってる時に今ちょっと前の方入っていったんですけど、相手にプレッシャーかかってる時はちょっと高めを取るようなイメージをするとよりねシュートコース狭めることができると思います。はい、このクロスもねまあマークついてたんで出なかったですけど、まあまあ出ていけるといいなっていうね自分の理想ですね。ちょっと練習したいですね。ここはいやもうこの辺りから完全にキック崩れてるんですよねおっとっとってなってますけど、追い向かい風っていうのもあって結構ボールが押し返されてたんですよね。こうギュンって落ちるような、もうすごいフィールドからしたらありがた迷惑なボール蹴ってましたね。はい、さあぼちぼち来ますかね。おゴールっていう感じ、ちょっと全然見えないですけど、キーパーもね後ろで見てるときは結構リアクションしてますからね、シュートに対してイエーイみたいな、もう一人で喜んでるっていうのも完全にこれキーパーあるあるじゃないですかね。さあ味方が点数を取ってくれたんで、君はゴールを守んないとダメですよ。大丈夫ですかね、この時で多分3対2ぐらいだったかな。はい、
立ってますね。大丈夫ですか？しっかり守ってくださいよ TGK。 さあここ相手パスミスからちょっと奪われてしまいましたね。ポジション取ってます。はい、ナイスキーパー。ギリギリちょっと弾いたところ危なかったですね。この時なんですけど、まあまあちょっと攻めるかなと思ってふわっとしてたら奪われたんでやべえっていう感じでニアポストチラッとしっかり見てポジションチェックですね。で味方の選手がニア側のシュートコース切ってファー側に切り返してきたんでちょっとファー側にポジション寄って止めました。でちょっと弾いちゃったんでここねセカンド早く起き上がってっていう感じだったんですけど、あのボールねキャッチできたかなと思ったんだけど思わず弾いちゃったんですよね。取れたらよかったなっていうところ。まあ、ポイントはやっぱり切り返してきた時に絶対あのディフェンスの寄せ方的にねファー側が出て狙われるっていうところが分かるので、その時に瞬間的にねファーに寄ったのはナイスプレーだったかなと個人的には思います。やっぱ寄せ方にね寄って打たれる瞬間にシュッとね一歩でも二歩でもポジション修正できるっていうのはめちゃくちゃ大事だと思います。さあこのシーンですね。いやーこの失点めちゃ悔しかった。触ったのにっていうねパターンですよこれね。自分で後から見たケツ落としすぎだろうっていうね、もうめちゃくちゃダメめちゃくちゃダメ、早く反応できねえじゃねえかよっていう。いやいやこのシーンは修正したいですよね。でここのシーンとかねこうちょっとボールが下がった時にスッとこう前に出てプレーするっていうところポジショニングね今回めちゃくちゃ意識をしましたね。はい、こことかね、お前ビビりすぎだろって普段ねこうちょっとスクール戦お前突っ込めよとかって言ってるのにこう顔避けながらねボールに突っ込むっていう、でボールがどこ行ったか分かんなくなってキョロキョロしてるんですよね。何しとんねんっていうプレーになってますね。はい、アウトとかって言ってる場合じゃねえよっていうところなんですけどね。で次1対1止めたシーンなんですけど、結構ね1対1どうやって止めればいいですかとか出るタイミングいつですかっていう質問が多かったんでこのシーンちょっと持ってきたんですけど、まあ今ペナ外からドリブル入ってきてるんでここ急いで詰めないですね。まずポジション取ります。でこうゴールに向かって今ドリブルしてきたタイミングで前に出ました。このタイミングで基本的には大丈夫です。あのちゃんとポジション取れてれば基本は止めれます。あの前に入ってきたタイミングでスッと出ていくような、ここだけねドリブルの方向だけ意識してもらってとかって言って偉そうに語ってるとですね、この後1対1失点するんですよここも出なくてよかったんですね、このシーンで言うと。いやーもったいない。これで言うと確かにドリブル前入ってきてるんですけど矢印がゴールじゃないんですよね。縦に向いてるから無理してここ出なくてもよかったんじゃないかなってこう後からファー側ね逃げ足にちょっとパンって当たったんだけど、ちょっと X ブロックのね幅が足りなくて止めれなかったシーンですね今のは。あれは悔しかったな。でこれで 4-2 ぐらいになったんですかね、4-2。はい、っていうような感じで、まあ、試合終了っていうような感じで無事勝てたんですけど、ちょっと悔しいね失点の仕方で4対2という結果に終わりました。はい、ということでね、TGK がプレーしてる瞬間見てもらったと思うんですけれども、やっぱり、ね、あのキーパー楽しいね久しぶりにあの大きいピッチでサッカーしたけどめちゃ楽しかったです。あれからあの試合撮ってから今2週間後にエンディング撮ってるんですけど、結局視聴杯っていう大会だったんですけど、ベスト4でっていう成績で終わりました。もう準決勝決勝はあの9人とか10人とかでうちのチームプレーしてたんでかなり大変だったんですけど、まあ、人数少ない割には頑張ったかなっていうような、成績でした。来年もねあるらしいので、来年に向けてもうちょっと練習しようかなって、ちゃんとやっぱ選手としてね、やっぱ選手の気持ちを分かるためには自分がプレーするのが一番だと思うので、ちょっともっと練習してもっともっといいセーブできるようにやっていきたいなと、あとキックもね練習しておきたいなと思いました。女子 の会場行くとね、たくさん女子の選手キーパーの選手も見たんだけど、やっぱりねどこのチームの指導者の方にも言われたのが、ちょっとキーパーをしてくれる人がいないとか、なり手がいない、やっぱキーパー練習をする環境がないからなかなかこうやってもこう続かないとかっていうような声をやっぱり聞いたので、やっぱこれ TGK 頑張らないかんなと改めて思った次第なので、女子こそねできるはずなんで、女子キーパーキャンプ有言実行したいと
思ってます。他にもねやっぱり女子の現場にもうちょっと顔をやっぱり出して女子のキーパーだったりとかキーパーの楽しさっていうのを伝えられるようにね、コロナが収まれば本当に全国どこでも行きたいもんだって、車も買ったもんだからもうどこでも行けるからマジで本当にお声掛けいただいたら本当にどこでも行きますんで、女子のためなら女子の広報活動キーパーの広報活動どんどんね TGK がしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんで一緒にね女子サッカーだったりとかゴールキーパーね楽しめるような環境を作っていきましょう。TGK 頑張ってたんじゃないって思う人はいいね、いやよかったよナイスプレーだよっていう人はコメント、もっと来年ね頑張る姿ちょっとまあいまいちだったからちょっともうちょっと頑張る姿見たいよっていう人はチャンネル登録、しておいてください。ではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!